ケットボールです。プロバスケットボール B1 東地区5位の秋田ノーザンハピネッツは昨日ホームで10位の茨城ロボッツと対戦し手痛い黒星を喫しました。残り5試合チャンピオンシップ出場に向け負けられない試合が続くハピネッツ。昨日は序盤からゴール下で気合を見せます。相手外国人に対しワンがリバウンドをもぎ取るとグリーンが速攻につなげて最後は田口スリーポイントシュートで勢いをつけます。茨城も元秋田の谷口のスリーポイントなどで食らいつき前半を1点差で折り返します。勝負の後半ハピネッツはディフェンスの圧力を強めます。スティールからグリーンの速攻さらに激しいディフェンスでボールを奪うと25歳の若手長谷川が一気にゴール下へ。ハピネッツ7点リードで最終クォーターに向かいます。しかし茨城の外国人選手がインサイドで得点を重ね残り5秒で同点に追いつかれ延長戦に入ります。勢いは茨城でした。ハピネッツは84対78で敗れチャンピオンシップ出場に向け手痛い6連敗です。はい、ワイルドカードの順位表です。ハピネッツ順位を1つ落としてチャンピオンシップ遠ざかりました。残りは4試合前を向いて戦っていくしかありません。スポーツでした。